富里市は、千葉県の北部中央に位置する市、都市雇用県における、成田都市県。皇室健常品の富里スイカや、スイカロードレース大会で知られるスイカの名産地である。面積のおよそ68%以上が山林及び農地であり、住宅地は14%程度である。キャッチフレーズは、人と緑が調和し未来を開く、ン空都市。2000年に実施した、 国勢調査の結果、当時のインバ富里町の人口が、市政施行可能最小人口に達し、2002年に市政施行して富里市となった。熊本県に並ぶスイカの産地であり、生産校、出荷量ともに全国第2位を占める。もともとは、一般の作物に不向きだった、関東ローム層の土地利用策として、スイカ栽培を行ったことが、始まりとされる。 スイカの産地として、毎年6月に、スイカロードレース大会開催する。1万人以上が参加しており、給水所の代わりに旧スイカ所で、カットスイカがランナーに配布される。市内には巨大なスイカ模様のガスホルダーが存在する。2000年に完成し直径が33.8メートルであり、熊本県甲子市のスイカ柄ガスホルダーより巨大である。明治期に、 五両牧場が設置された競争場のふるさととしても知られる。千葉県北部中央に位置し、県庁所在地である千葉市から約2 5トルの距離である。東京都の都心から50の6 0トル圏内、成田国際空港へは約5トル圏内に位置する。都市雇用圏における成田都市圏に含まれており、成田市への通勤率は27.5%。平野は 関東平野に含まれ、平坦な下宇佐大地のほぼ中央に位置している。富里には広大な原野が広がり、大地上には薪があった。その起源は定かにされていないが、平安の頃からと伝えられている。中世の時代の薪については、不明な点も多いが、北条氏康が1583年千葉国種に、命じて両佐の原野に薪を開設したとされる。江戸幕府により、 桜七牧とされば、府直轄牧場となった。その面積は17,270ヘクタールにも、及び、馬の数は、約3,000頭であった。その桜七牧の一つ、内野牧は七、栄を中心として、西は、四水の東端、東は、ネギナまでの、約6キロメートル、南は、南を放り、北は、現在の成田ニュータウンまでの、 約8キロメートルにわたる面積は約2210ヘクタールとされる。内の牧の下には高の牧があり、富里の高のが中心となった。大久保京牧養場選定の被爆藩時代、一頭、あたり5ヘクタールの広い原野で飼育された放牧場の制度は、明治政府による解放令により職を失った下級武士や路頭に迷った江戸庶民に新政府が、 困窮民対策として、牧場の開拓が実施された。開墾が始まった順に、あざなが付けられた村名に由来し、富里には七栄、十層の地名が、現在も残る。しかし、現野の大地に挑戦した多くの人々が、準備や施設の不十分な中で過酷な生活に耐えかね、土地を去る者も,も少なくはなかった。また1875年、 7境集落から発生した火災により、さらに開拓民の数は激減した。その後、重総村両国地区に内務省官業両本庁が設置され、1875年、下宇佐牧養場、カトリシュ、畜場が開設された。あとの1888年、区内省管轄の下宇佐五両牧場と解消された。第二次世界大戦終戦後、 同じく間誘地が民間へ払い下げられ、多くの開拓民が入植した。1962年、池田隼人内閣の下に、第二国際空港建設が閣議決定され、1963年9月に、突如、富里、八幡地域設置案が浮上した。そのため、村民は、各地区一名ずつを対策委員として選出し、対応策を協議した。 村民の大半は反対以降で、同年10月1日には富里村空港設置反対規制同盟が組織され、以降は反対運動が活発化し、反対陳情はもとより、時には幸運期デモが実施された。一方、少数派ながら賛成派の住民もあり、富里村空港誘致促進同盟も組織されていた。政府内部の調整が遅れていた約3年間は、 空港設置の本命候補地とされていたため、その期間中の村の事業計画は立案遂行されなかった。1966年6月に政府は三立塚案を示し、7月に閣議決定したため、市内での空港問題は人生化した。なお、成田市三立塚は空港が建設された場合の移転の丘大体地として候補した地区であった。2012年、 三菱辞書より、富里市に、旧岩崎家末広別邸が寄付された。敷地は2013年2月28日に、同市の市指定史跡とされ、2013年12月24日には、母屋、あずま屋、石蔵が、近代和風建築としての価値を認められ、本市で初めて国の登録有形文化財に、登録された。百八十九年施行の町村制の際、 13、村が合併して、13の里と言っていたことから、13里、と、三里、と里となった。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、2.84%減の49,636人であり、増減率は、千葉県下54市町村中27位、60行政区域中33位。 県政国政農業は盛んである。特にスイカの生産では、熊本県熊本市に次いで全国2位の出荷量である。本市では、1933年からスイカの栽培が始められ、1936年に皇室へ献上されたことから、スイカの名産地としての名声が全国へ広がり、現在、富里市を代表する特産品となっている。 成田空港施設及び周辺宿泊施設に関係する産業が盛んである。スポーツ用品メーカーのカスタマーサービスセンター、畜産食品メーカー等の工業も多い。イオンタウン成田富里国道409号沿いを中心にロードサイド店舗や大型店舗が密集している。本社、本店を置く企業日吉層は富里市の北に位置し、成田市と隣接し東側に、 猫名川が北に向かって流れている。猫名川から派生する谷日が、幾重にも、大地を岸上に刻み、標高の最も高いところは、日吉倉神殿で40.64メートル、低いところは9.3メートルである。上記の通り、成田市の中心部と隣接するため、他地区より都市化が進行する富里市の最大の地区となっている。 久能は、猫永川の西岸にある日吉層の南側に位置し、地形や自然環境は日吉層とほぼ同じである。久能カントリークラブがあり、ゴルフ選手も訪れる。猫永川は、川の上流がネギ名にあることから、その名が付けられた。猫永川の源は、葉山と大堀にある。ネギ名には、前川、浅間台、和面、塚田、宮前、猪の穴、食場、 広田谷日、広畑、大芝、佐久畑、延作、中野、松作、笠木、細田、西谷日、笠木山という地名があり、水田と畑に関わる地名が多く、佐久とつく地名が特徴的である。中沢は南北に長く、北側は七坂へ、南側は八幡市に隣接している。高崎川は中沢の西側に侵入し、小作川、 中号、河津城で北方の七栄方面に遡るものと、東方に直進し、竜卓、高野方面に遡るものと、南方の高松方面へと遡り、高崎川は三方向に分散しているものがある。このことから、新橋から遡った高崎川は、中沢で十字状を示している。そして中沢地区は、この三つの谷日により分断された特徴ある地形を、 示している。また、内気の工場などの企業の工場もある。流卓は南北に長く、その北側よりに高崎川が S 字状に蛇行して流れている。北側は7 A と大掘り、東側は高野、南側は重曹と高松、西側は中沢に接している。また、高崎川は流濁に入って、水人ごと八つ掘りとの間に南に分かれた谷津があり。 そのタニツは、高人殿に入り、その東に、バチノスと呼ばれている浅い谷がある。これは、タニツの谷風を利用して約水駅の上り窯のことで、あり、高人殿の水田に、水駅のかけらが多数流れ、バチノスがあると思い、バチノスと言われるようになったとされる。その他に、龍卓ニュータウンがある。明治3年11月4日、 東京都の隅田川を船で下る13世帯45人の人々により重曹は誕生した。重曹は、江戸時代、高野牧の矢場牧場の一部で、高野牧の範囲は、富里郵便局の先を掘りとの境界にある、ノーマドテから、千葉県道43号八街三立下線の八街市との境界となる左側にある、ノーマドテ、さらに2区や3区、 五両の動物愛護センター付近までの広大な大地上に存在する重層の西側にある戦時は軍用滑走路があった富里市立図書館は市政志向に伴い奈良栄地区に2003年3月27日開館した全国初の次世代型 IC システムで蔵書を管理している蔵書には非接触型 IC タグが貼り付けられており 自動貸し出し装置の機能も兼ねている専用。読み取り台によって、利用者が図書館の職員と接触することなく、貸し出しができる。また利用者のプライバシー保護という面でも優れている。IC タグには、管理情報を受信するアンテナが埋め込まれており、貸し出しの手続きがされていない蔵書がゲートを通過すると、警報が作動する。盗難防止システムも同時に採用されている。 年間30万人以上の利用者があり、開館3年目の2006年2月に利用者が100万人を突破した。富里郵便局郵便局成田国際空港に近いため、空港利用者用の宿泊施設として、ビジネスホテルやゲストハウスが市内に点在する。成田富里特集会病院2次医療券としては、インバイ医療券である。3次医療券は、千葉県医療券。 医療提供施設は特筆性の高いもののみを記載する。高等学校、中学校、小学校、幼稚園、特別支援学校児童福祉施設千葉県では唯一鉄道路線の存在しない市である。日吉台の北部は JR 成田駅に近接している。1914年から1940年までは成田鉄道や千元線が通過していた。隣接する成田市。 八幡市からのバス輸送が中心となっている。開発の進む北部一帯は交通網が整備されている。七奈永新起土地区の土地区画整理事業において交通広場の整備が進行している。この地区は鉄道駅がない本市にとって玄関口でもある東関東自動車道富里インターチェンジから約 0.5km と高立地に位置している。本市では バス輸送が唯一の公共交通機関であり、パークライド整備により市民の利便性向上と富里市の玄関口としての整備が進められている。路線バス高速バス3路線が富里バスターミナルに発着する。国道409号の4車線化改築事業が1979年に都市計画決定され、1999年度から事業化されている。 富里市7、栄地先を起点に、国道51号の成田市並木町地先までの 1.9km までが指定されている。道路線は、東関東自動車道富里インターチェンジ周辺の慢性的渋滞を解消するものであり、また、交通事故多発路線でもあることから事業が行われている。都市計画決定から30年以上が経過し、事業が長期化している。 富里市域については2012年度に暫定で共用開始した高速道路一般国道主要地報道一般県道を明治期に五両牧場が設けられていたことから乗馬クラブが点在している温泉千葉県指定及び国登録文化財一覧ありがとうございます